皆さんおはようございます、本年もどうぞよろしくお願いをいたします。それでは早速でありますが、令和6年度の第1回目の6年度じゃないですね令和6年の第1回目の記者会見を始めさせていただきたいというふうに思います。まず、令和6年能登半島地震についてであります。元旦におきました最大震度7という大変大きな地震によりまして、能登半島を中心に全国といいますか大きな被害が出ております。まずこの地震で亡くなられた方のご冥福を心からお祈りしたいというふうに思います。まだ未だに救出されていない方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、一刻も早く救出されることを願うばかりでございます。現地では未だに余震が続いているわけですけれども、もう一刻も一日も早く余震が収まって、そして復興につながることを願いたいというふうに思います。大沼市でも新潟県の要請を受けまして、消防本部から緊急援助隊として、当日元旦の夜から明日11日まで延べ21名の緊急援助隊を編成して現地で救助活動に当たっているところでございます。またガス水道局からは給水車1台を新潟市、これは新潟市の方ですけれども、2日3日と2日間4名を派遣しております。そしてまたその他ですけれども、新潟市に住宅被害認定調査業務として7日から11日まで5日間職員1人1名を派遣し、またさらに被災建物を応急危険度判定業務ということとして6日から13日まで8日間職員5名を派遣しております。そして能登半島への救援物資ということでありますが、マスク3万枚、食料として温めて食べれる防災食を約3000人分、そしてその他歯ブラシや使い捨てカイロ等を準備をして、昨日5時に出発をして七尾市の方に届けさせていただいて、その日の夜無事に届けて帰ってきていただきました。今回は輸送手段がないということで、現地と連絡を取らせていただいて、そしてまた何が必要かということを確認をさせていただいて、直接届けるという形を取らせていただきました。職員2人には朝出発の際に、自分の安全を第一に行ってきてくださいという話をさせていただいたところであります。今後大沼市としてもできる支援はさせていただきたいというふうに思いますし、また大沼市自体も緊張感を持ってこの防災体制を維持してまいりたいというふうに思っております。地震のことについては以上とさせていただきたいというふうに思います。それでは今日の報道資料に沿って進めてまいりたいと思いますけれども、今回の報道資料13項目と大変多くなっております。後ほど詳しく担当から話をしていただきますけれども、私からは4点話をさせていただきたいというふうに思います。まず報道資料の1番目にございます新ごみ処理施設の建設予定時の決定ということで、であります。この新ごみ処理施設建設ということについては、これまで、ご承知かと思いますけれども、南魚沼市、湯沢町と西一町で、のこの広域整備の方針から、令和13年度の稼働開始を目標として魚沼市単独で、施設整備を行うという方針へと切り替えたところでございます。本年度新部署を立ち上げまして、現在コプラント大沼の隣接地を建設候補地として関係する地区の皆さんへの説明協議を進めてきたところでございます。そしてこの度候補地の自治会である中島区、そして
下倉、羽川4、そして四日町の周辺区より建設予定地としての候補地としての同意をいただきましたので、市として正式に現施設の隣接地を建設予定地とするこの方針を決定させていただいたところでございます。詳しくは後ほど担当からより説明をさせていただきますが、関係する自治会の皆さんにはこの本当に短い期間の中で大変重い決断をいただいたということに対して深く感謝を申し上げたいというふうに思います。今後はその決断に応えるべく、この関係区の皆さんとの合意形成を図りながら丁寧にこの事業を進めてまいりたいと考えています。続いて報道資料の2番目になりますが、当期3品目このトップセールスについてでございます。促成山菜については皆さんもご承知かと思いますが、昨年11月末にこれまであった 3つの生産組合を1つにまとめ、約60戸の農家の皆さんが促成山菜生産組合として設立をされました。現在1品目1億円、3品目3億円の産地化を目指して販路拡大に取り組んでいるところでございます。この魚沼市の促成山菜は魚沼ブランドの農産物として関東関西の市場に出荷されておりますけれども、それぞれの市場において大変高い評価を得ておる産品で3品でございます。これからその促成山菜が出荷の最盛期を迎えるということでありますが、そのこの自慢の促成山菜の認知度、これをさらに高め、そして販路拡大につなげていきたいというふうに考えております。で、昨年も3日間で関東関西の方にトップセールスに伺ったんですけれども、今年も引き続き生産者、組合の皆さん、そして JA、そして市と一緒になってオール魚沼でトップセールスに行っていきたいというふうに思っております。関西の皆さんに雪国魚沼のこの一足早い春をお届けできたいというふうに思っております。品種は1月24日から4日間、東京大阪、そして今年は京都の市場においてのこの早朝の競り返し前に促成山菜3品目類タラルの漬物と、これを PR してまいりたい。また特に今年は京都を入れましたのは、料亭等をどうかなということで、東京大阪もどちらかというと料亭の方にの方が買っていただいているわけですので、京都にちょっと市場に入りたいというふうに思っております。それと合わせて魚沼市の他の農産物、そして百合、そして魚沼の魅力、これもしっかり PR していきたいというふうに思っております。続いて資料の5番目6番目でありますが、物価高騰に対する支援給付金、そして灯油の購入助成ということについてであります。原油、電気、ガス、そして食品にまでこの物価高騰が、価格高騰が進んでいるわけですけれども、その影響を受けている生活者への支援、これを目的に特に家計へ影響の大きい住民税非課税世帯を対象に、その給付金7万円を支給を行いたいというふうに思います。対象世帯は約3300世帯となっております。また同様に住民税非課税世帯に対し、灯油購入の一部5000円になりますが、助成をしてまいりたいと考えております。こちらの方の対象世帯は約3500世帯となっております。今後もこの物価高騰に対しては国県の動向を見極めながら、必要とあればまた躊躇なくしっかりと支援をしてまいりたいというふうに思っております。
最後となりますが、報道資料13番目であります。今日も来ているかな、若い皆さんが来ておりますけれども、新潟県が主催し、今年で4回目となります、新潟ふるさと CM 大賞でありますが、今回は魚沼のホルモン文化、もつ焼き文化といいますか、テーマにした制作した CM が、28市町村エントリーの中でまた見事グランプリを勝ち取ったということでございます。4回の開催の中で2度の優勝ということは大変素晴らしいことだというふうに思っております。この若い職員の皆さんのその柔軟な発想とそのエネルギーを非常に頼もしく思っておりますと同時にその大きな可能性を感じているところでございます。ぜひこの若い職員の皆さんには、その柔軟な発想をこれからの業務の中で、前例にとらわれることなく、活躍していただきたいというふうに思っております。でまた後ほど映像も紹介されると思いますけれども、偶然南本町の火災、火災のあった商店街のところで撮影されたものでございまして、これが商店街の皆さんの復興への、エールとなれば大変ありがたいなというふうに思っております。以上、私の方から4点のお話をさせていただきました。冒頭お話をさせていただきましたが、また今年1年ぜひ報道の皆さんからは、市の魅力とそして情報を発信していただきたいというふうに思います。何卒よろしくお願いを申し上げます。私の方からは以上でございます。ありがとうございました。